今回は僕の大好きなハッシュドポテトを、作っていきたいと思います。まあ、作るというか、スーパーで売っているものをこのようにただ、焼くだけではあるんですけども、とても美味しく調理できます。このように綺麗に並べて油を引いて炒めるだけで、出来上がります。このようにセクションケースの中に、仕切り板を敷き詰めて、はい、バランを中に入れていきます。はい、片面が焼き上がりましたら、フライパンの蓋を使用してこのようにザラ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 といきます。下に敷いていきます。そしてもう片面焼くためにここでポッと繰り返していきます。これは、ちょっと難しいですね。一つ形が崩れてしまいました。はい、でも片面を焼いてもう出来上がりになります。このようにきつね色にこんがり焼けたら出来上がりです。一つのセクションの中に、3つのハッシュドポテトがちょうどいいサイズで入ります。このようにします。で、最後にマヨネーズをかけて、まだ熱いうちに冷凍するといいと思います。以上です。